こんにちは、まい先生です。今日は右手の細かい音が連続するとき、素早く弾きたいときに左手の伴奏とどうしてもずれてしまう、右手が滑り入ってしまうなんていうときにうまく練習をする方法をお知らせします。これ実は指の訓練の話ではないんですよね。実は正しいリズムの理解を進めることが先なんです。これどういうことかというと、早く弾かなきゃいけないので、とにかく次の指を早く入れていく、前の指を戻していく、もちろんこれも素早く弾く方法の一つではありますが、きちんと拍節の中の分割を頭で捉えていないと左右が滑ったりずれたりしやすくなってしまうんですよね。ですから指の訓練ではなく、それから感覚的な把握ではなく、しっかりと拍節の分割、もう一つは拍節の分割ともに表裏の感覚を細かいところまで理解を進めておくことがとても大切なんです。例に挙げると、例えばセルニー30番練習曲の6番今これは3小節目に8分符からすぐに16分符の連続が加工して、最後の小節4小節目で細かいターンがきます。大抵ずれやすいのはこの16分符が連続しているところです。この時に大げさに言うとこんな感じで右手が先行してしまって左手とずれてしまいます。こんな時、左手と右手をここで合わせるんだという手の感覚の練習をしてもなかなかうまくいきません。ですからこの時にすることは、この楽譜の一拍ずつのまとまりがどこで終わっているかをしっかり認識することです。この場合は一拍目はここまでです。二拍目は、三拍目は、四拍目は、この一つ一つの拍節が、これは強拍から始まって、これは弱拍から始まって、もう一度これは強拍、中強拍、下向きの拍に戻って、もう一度これは弱拍に戻る、これをしっかりと把握していて、そう思ってきちんと分けていくことが大事です。この時に大抵こう滑っていってしまう生徒さんに、一拍目で終わってみてなんて言うと、どんなに頑張っても次の音まで勝手に指が進んでしまっていることが多いんですよね。早く進めないといけないと思ってしまっているんですよね。ですから今みたいに一旦分けてください。それから練習の方法としては、一拍ずつ弾いて最後になった音を弱くして伸ばして止めます。これが離してしまっては、これは手の動きが入ってしまって勢いづく練習になってしまいますので、最後の音を弱くして止まる。この時に指の感覚もしっかりと把握を進めていきたいので、何番の指で終わっているのか、何番の指で始まっているのかということを頭でしっかりと覚えます。4番で終わる、5番で始まって2番で終わる、1番で始まって2番で終わるというように、指使いはそれぞれ違う指使いで弾いているかもしれませんが、ご自身が弾いている指使いをきちんと、何番の指でしっかり始まって何番の指で弱く長くして止める、この把握を先に進めてみてください。実際はこれを均等に弾かなければならないので、頭の中でしっかり極端なほどに少し体の動きも含めて覚えてしまう、これがちょっと即効性がありますので試してみてくださいね。こんな風に素早く弾くと指が滑ってしまって両手で合わせるとずれてしまうなんていうところは、1拍目はここまで、2拍目はここまで、それからこの1拍目の中は4つで構成されている、こんなことは実は分かっているつもりではあるけれども、指で弾くときに反映されてないときは、実はしっかりとリズムの正しい理解まで進んでいないことも多いんです。指の訓練だけに徹しないで、しっかりとどこが何拍目、これをまずは把握をするように練習を進めてみてくださいね。表と裏をしっかりと1、2、3、4と片方の手で叩きながら、先ほどの練習を進めることも大切です。
連続して分割をきれいに弾きたいんですが、先ほどの一旦一旦止まる練習の時です。1拍目の時に叩いてすぐに2拍目に上がっていきましょう。こんな風に1拍目、2拍目、3拍目、4拍目しっかり拍節の強拍、弱拍を体で感じながら、先ほどの1拍ずつの場所で弱くして止める。こんな風に組み合わせてしっかりと拍節の把握も進めていきましょう。この練習をすることで頭の中で分かっているつもりというところから感覚的にはそこを結びつけてしっかりと把握した上で、こんな風に左右をぴったりとスムーズに合わせる練習をしてみてくださいね。はい、今日は細かい音が連続する素早い動きの時に左手とずれてしまう時、こんな時の練習の方法をお知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。